皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は中学1年生の理科、マグマと火成岩について説明します。マグマが冷えて固まってできた岩石、これを火成岩と言います。火成岩には2種類ありますね。マグマが地表付近の地下、または地表に噴き出して急激に冷えて固まったもの、これを火山岩と言います。これに対してマグマが地下の深いところでゆっくりゆっくり時間をかけて冷えて固まったもの、これを新生岩、これを呼びます。火山岩は、まあ、マグマが外に出て、ね、外の、気温で冷やされて急激に固まると、ね、固まるには数分かもしれない、数時間かもしれない、数日かもしれない、まあ、そういう短い時間ですね。それで固まってできるんですけど、新生岩、じゃ地下深くでゆっくりって書いてあるんですよ、教科書にも。じゃあゆっくりってどのくらいでしょうかと、ね、教科書によると、まあ数十万年と書いてあったものがあったんですけれど、実はもうちょっと調べてみると数十万年では短いようです。だいたい100万年くらいね、このくらいかかるみたいですね。まあ長いものだと600万年もかかって固まったものもあります、ね、じゃあ地下の深いところでどのくらいの温度で固まるのか、ね、これも調べてみました。そうするとだいたい地下10キロメートルくらいだと300度 C くらいで固まり始めるようです。これに対してもっと深い地下30キロメートルくらいで固まる場合、これは600度くらいで固まり始める、ね、こんな風に書いてありました。つまり地下の深いところで300度から600度の温度でゆっくりゆっくり固まり始めて長い時間がかかってできたもの、それが新生岩、ね、なんですね。さてこの2つの岩の作り、ね、火山岩の作り、ルーペで見るとこんな風に見えます、ね、はっきりとした形になっている結晶の部分と結晶になっていない部分です。この結晶になった部分のことを斑晶、このように言います。結晶になれなかった部分、この部分を石基といって、この作りね、斑晶と石基でできている作りのことを斑状組織、このように呼びます。なぜこうなっちゃったかというと、もう急激に冷やされたので結晶になれなかった部分ができちゃったということなんですね。それに対してね、新生岩の作り、ね、石器の部分がありません。先ほど話したように、ね、何百万年もかかってゆっくり固まっていくので、全ての鉱物が結晶になって、ね、できている、それが新生岩の作りなんですね。同じくらいの粒の大きさの結晶、これが集まってできた、この作りのことを等粒状組織と、このように呼びます。火山岩と新生岩、それぞれ3つずつの種類があります、ね、火山岩の種類、白い方から流紋岩と安山岩、玄武岩、こうなっています。新生岩、同じように白い方から花崗岩、仙緑岩、斑嶺岩です。この白い方から黒い方という色の違いは含まれている鉱物の違いによります、ね、白い方は無色とか白色の鉱物が多く含まれていると、ね、黒い方は有色鉱物を多く含んでいるということですね。これって最初マグマが固まってできた火山の色のところ、ちょっと思い出してみてください、ね、マグマの粘り気と火山の色って関係あったでしょ、ね、火山の色、白っぽいのはマグマは
粘り気が大きいやつだったんですね。ということはこの白い方の岩石、粘り気が大きいマグマが固まったと考えていいでしょう。それに対して黒っぽい方の岩石、これは粘り気が小さい、ね、マグマが固まってできた、こう考えていいと思います。さてこの6つ種類がある、ね、火山岩と新生岩、これ有名な覚え方がありますのでここで紹介します。もうすでに学校の先生が皆さんにお話ししているかもしれませんけれど聞いてください、それは新幹線は刈り上げという覚え方です、ね、新幹線は刈り上げ、何のこっちゃと思った人、ね、説明しますからね。この新幹線の新、これは新生岩の新です、ね、新幹線の幹、幹は花崗岩のことです。線は線緑岩、この和の歯は反例岩ですね。つまり新生岩は花崗岩、線緑岩、反例岩、これが新幹線和間です。じゃあ刈り上げという方はこの刈り上げの花って火山岩の花なんですよ。で、理は龍門岩、あは安山岩、下は玄武岩、こういう風になっているんです。もう一度言うと、新幹線の新は新生岩、間は花崗岩、線は線緑岩、和は反例岩、ね、歯は反例岩、刈り上げの花は火山岩、理は龍門岩、あは安山岩、下は玄武岩って、ね、こうやって覚えると覚えやすい、ね、暗記が苦手という人はぜひこの覚え方利用してみてください。今回はマグマと火成岩について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。